久保さん。ま、今回、いじめられたい人にしましょうか。いじめられたい不思議な人にしましょうか。あの、吉田さん。あの、勝つ、勝つください、つってね。怒ってください、みたいなね。まあ、いじめなのか、怒ってください。まあ、怒ってください、なんですけど、いじめてくれとは言ってないんですけど、活動がください、みたいなね。そう、き、闘魂ください、みたいな。でもこれね、まあ、アントニオ猪木さんもビンタしたりとかしますけど、 この物の見方を変えると、いじめじゃないですか。暴力してますよね。ビンタして。どうすかね。<laughs> 物の見方。だアントニー・イノキは、鬼のごとくみんなをいじめてるっていうね。この見方を変えるとね。言葉の暴力なのか、拳の暴力なのか、まあ、いろんな暴力はあると思うし、いじめあると思うんですけど。これ、物の見方変えると、不思議ですよね。あと、大人の遊びでですね。なんかあの、無知持った女性に、 叩かれると興奮するっていう遊びがあるんですよ <laughs>。何なんすかね。もはや、無知で叩いてくださいみたいなね <laughs>。興奮するみたいな <laughs>。人間って愚かですね <laughs>。だからまあ、これはね、本当はいろんな概念を勉強して、いろんな側面で物事を分解してみれるようになると、まあ子供の時はそういう分解、ね、できなかったけど、勉強すればするほど、学べば学ぶほど、 人間っていうのは面白い生き物だなと。だから僕はね、人間っていう生き物、なんか動物っていう視点で見れるようになったので、まあ僕自身も、あの、愚かな人間だなと。動物だなと。うん、なんか、そう思えるようになりましたね。で、そう思うことにそうか、そう考えられたりとか、そう思えるようになることによって、より客観的に物事を、まあ、いろんな角度で見れるっていう。 で、このいろんな角度で見ると人生をより生きやすくなります。多くの人はいろんな角度で見れないですよ。うん。だから、なんか一つの答え、一つの道しかなくて、いろんな側面で見ると、あ、ここにも答えあるじゃん。あ、こういう、う生き方もあるやんとか。うん。例えば、まあ、僕、車運転しますけど、まあ、一つのルートしかなかったとするじゃないですか。 で一つのルートしかなくて、そこで事故が起こりましたと。じゃあどそうど、そうなると、ふざけんなよ。なんで今日会社遅れるじゃねえか、事故だよ。でも違うルートを知ってたらね、スイスイスイみたいな、抜け道みたいなのあるじゃないですか。だから、抜け道を知ってるか知らないかによって、その目的地に到達できるかできないか、早く到達できるかできないかって変わるじゃないですか。 つまり考え方をいろんな側面で考えると目的地に到達しやすいよと切り抜けやすいよってことですでも多くの人はそのいろんな側面で見れないのでつまりなんで見れないかっていうと勉強してないからですねうんだから別に勉強しないと無理なんでうーんだ勉強って勉強っていうのは何かっていうといろいろな概念をあの取り入れるってことなんですよねうん だから、まあ、パソコンで言うと、OS とかも進化してますけど、いろいろな、うん、ものを取り入れてるわけじゃないですか。例えば、昔の C CPU でならば、昔の多分、CPU っていうのは、線が、今に比べると、その、電子回路の多分、線があ、少なかったと思います。でも、今、めちゃめちゃ多いと思います。うん。だから、処理能力が、昔に比べると CPU が高くなったと。 つまり取り入れたってことですよね。いろんな回路。いろんな、この、こういうやつを取り入れたってことですよね。うん。だからまあ、あそれがあった方が行きやすくなるんじゃないかなと思いますけどね。はい。かつ、受けたいと。叱ってほしいというお客さん、いてます。いってらっしゃい。